アバカバーラバスや DJ 社長ダリチュパーン。レペゼンフォックス世界一。はい、ということで僕ロサンゼルスに来て13日が経ったんですよね。めちゃめちゃこういう日々を毎日送ってるんですけども、そんな中なんと僕のインスタグラムのアカウントに DM であの本田圭佑選手のマネージャーを名乗る人 DM が届いとったよね。もし DJ 社長さん LA にいるんだったら本田圭佑選手も LA にいるからちょっと会いませんかみたいな連絡が来とったわけよ。やーばーってなって、とりあえず今すごい勢いで車かっ飛ばして言われた住所に向かっております今。本田圭佑と同会して撮れんのみたいな感じでちょっとびっくりしたんやけど、あえて俺今まだ銀太に伝えてないんよね。銀太本当になんかプライベートでもよく、いや本田圭佑選手俺好きなんですよねとか本当によく言いよって、で銀太にはちょっと YouTube の撮影したいけんここに来てって言って今呼んでやるんだけど、突然本田圭佑選手が現れたらどういう感じになるのかリアクション見たいなと思ってちょっとドッキリしたいと思います。まあ、ドッキリ仕掛けた後は本田圭佑選手と熱い話ちょっとできればなと思って対談したいなと思っているんで、今はそんな感じでとりあえず本田圭佑選手の家に向かっております。マリキタチョバー。着いたんだけど。来ました。じゃあ僕入ります。来ました、来ました。あれこれ入っていいんかな、勝手に入ります。勝手に。お疲れ様です。あーすいません、カメラ回してきて大丈夫ですか。あーす、ありがとうございます。本日です、はじめまして。めちゃめちゃ嬉しいです、ちょっと興奮してます。ありがとうございます。もう一人来られるんですよね。いや来ます来ます来ます。うちのメンバーの銀太ってやつが来るんですよ。はいはいはい。でドッキリで伝えてないですよまだ。みたいですね。そうですそうですそうです。逆にユーザー気分でちょっと楽しもうかな。あーありがとうございます。いやめちゃめちゃ多分びっくりしてると思いますよ。はい、はい、あーありがとうございます。なんかわざわざ足運んでいただいて。あ、いえいえいえ。もうどれぐらいこっち来て経つんですか。え、まだ13日目です。なんてお呼びしたらいいんですか。木本さん。一応そうです、本名は木本で。ユーザーさんも木本さんってことは。あ、知ってます知ってます知ってます。木本さんと。あ、ありがとうございます。内田さんですかね。そうですね。まあ銀太は銀太でいいかもしれない。銀太さんは銀太さん、はい、そうですね、銀太は銀太で。ちょっと興奮してます。ありがとうございます。びっくりしました。はい、そういうコラボしたことがなかったので。はい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 。初めて。あれだって今までそれこそ YouTuber みたいな人とかと会ったことあります。ヒカキンさんともお会いしたことあります。あ、本当ですか。はい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 。プライベートでは東海オンエアさんにお会いさせてもらったこともありますし。プライベートで会ったことあるんですか。意外ですね。ただなんかこう、はい、そうは言っても仕事とか撮影みたいなのは一緒したことなかったので。ありがとうございます。大丈夫ですか僕で。いやいやいや、僕たちめちゃめちゃ汚いで有名ですよ。いやいや、実は YouTube は拝見したこと何度かありまして。はいはいはい、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ喋りがうまいイメージが。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。 あと編集のセンスが抜群。ああ、嬉しい、うん、ありがとうございます。一回見たら、はいはい、最後まで見ちゃうんですよね。あ、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ちょっと本人銀太がいきなり入ってきたら怖いんでちょっと確認します。でもどうします、銀太メンバーも。ガチドッキリなんですね。でもめちゃめちゃ喜ぶと思いますよ。もう本田圭佑選手めっちゃ好きみたいなプライベートでめちゃめちゃ言ってるんで。それは嬉しいですね。充電 5% あと充電 5% とか言ってますよこいつ。大丈夫かな。すごいですね、 YouTuber の方って本当、はい、YouTuber じゃないですよね。あ、一応そうですけど、もう世間的には YouTuber なんで、めんどくさい時は僕もはい YouTuber だよみたいな感じで言ってるんですけど。はい、僕もネタで自分のこと YouTuber って言うんですよ。本当ですか。それはやめた方がいいですよYouTuber とか言っちゃダメですよ。こっち側来ちゃダメですよまだ低いんですね YouTuber って地位がめちゃめちゃそんなことないですよ今、はい、僕教育授業やってるんですけど、はいはいはい、なので子供たちのニーズのこととかすごくチェックしてるんですけど、はいはい、だってサッカー選手とかより、はい、YouTuber になりたいっていう子供が今多いんですよ。そんな時代なんですか。そんな時代なんですよ。目を覚ませ子供たちよくないそれは。いや、すごい僕も距離感近いから、はいはい、YouTuber の方と視聴者、はい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 、もうアイドルとか、はいはいはい、ヒーロー有名人の定義が僕ら子供って、はいはい、もう明らかに変わったんです。まあ確かに確かに確かに。それがだから YouTuber になりたいランキング子供たち1位が YouTuber なんですよね、はい、だから1位なんですか今。1位なんですよ。1位なんですね。すごいですよ。すごいですよ。で2位がなんか野球とサッカーが争ってるみたいな。ああ、はいはい、そこ超えちゃったんですか。超えてます今。信じられないですね。いやいや、僕ら僕としてはね、はい、本当は悔しがらないといけないんですけど、はいはいはい、でもそうやってサッカーを1位に君臨したりとか野球が1位に君臨してきたのが、はい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 、まあちょっと
あぐらかいてたんかなっていう。いやすごいっすよ。見習わなあかんところいっぱいあるなと思って最近見させてもらってます。けどやっぱ YouTuber っていい意味でも近いけど悪い意味でも近いから、お前所詮 YouTuber だからなみたいなめちゃめちゃ言われるんですよ。言われるときは言われますね。例えば飲み会コロナ中でやったとして、もしバレたとして、本田圭佑さんがやってバレたときと僕たちがやって言われるときはもう全然違います。いや僕はむしろどういうイメージされてるか分かんないですけど、このサッカーとかスポーツ界とかで言ったら、はい、もう僕はもう炎上の中心に本当ですか。はい、全然そのイメージないですよ。むしろこう炎上全然まずビビってないんで。はい、いやですよね。いや僕、はい、そうすごい印象的だったのが、宮迫さんがすごい炎上してた時あったじゃないですか。はい、闇営業でうわーみたいになってで、今から謝らないといけないみたいな。でその 1,2 時間前ぐらいに本田圭佑さんなんかツイートしてたの、はい、覚えてます。あの時って100人中100人が宮迫悪いみたいになってたんですよね。そのタイミングであのツイートできるのすごいなみたいな。あのツイート見た時にめちゃめちゃかっこいいなと思って。いや恐れてないみたいな自分の意見ちゃんと、はい、そうですね。そういう意味では日本のニュースあんま見ないんですよ。ああはい、そういうニュースも身内にいる人から聞いて、はい、なんで何がそれ問題なみたいなことになるわけじゃないですか。はい、それに対して100人中100人が批判してる状況とか興味ないんですよ。それを見た上で自分がどこにポジション取ろうって考えちゃうのも嫌なんで。はい、なので聞いて、いや、なんでわかんのみたいな。はい、いやでもあのツイートマジでかっこよかったですよ。すごいなと思って全然っすよ。木本さんすごいなってちょっと今のこの短時間で思ったのが、はい、めっちゃユーザーさん意識してカメラ見て話すこと意識されてますよ。ありがとうございます。嬉しいですね。こっち向きながら話してるんでそうですね、ちょっと癖なんかでも、逆に癖ついちゃったんですね。あの一人でずっと動画撮ってたんで最近、あれ来ました、ね、ちょっと待ってください。ガチで充電がないかも。あれ大丈夫なのかな、ちょっと電話かけてみていいですかね。こうだな、大丈夫そう。はい、あ、今向かってます今。どんくらい着きそう。いや、あと30分ぐらいじゃないですか。30分もかかると。はい、どこにいるっすか今。もうあのいる撮影の場所。はい、大丈夫かなこいつ。もう何だったらさっき食べますか。ですね、うん、僕あのはしご酒が好きで、やるんやったら、はい、あれぐらい自然な方がいい、はい、なっていうぐらいの感じなんですよ僕は。今日のおいくつ。今29です。なったばっかなんですよ。じゃあ92年。そうですそうですそうです。僕の6つ下ですね。6つしか違わないです。逆に子供の時からずっと見てるから、なんか6つなんだみたいなっていうのがちょっと衝撃ですね。じゃあ乾杯しましょうか。あ、いいですか、はい、ありがとうございます。あ、来ましたね。お、充電ずっと良かった。あ、着いた。あ、オッケー、向かい行くわ。僕なんかどういう風にすればいいか分かります。なんか逆に知ってるでしょぐらいのスタンスで普通に迎え入れたらどんな反応する確かに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 。どういうリアクション取るんですかね。この薬なんか友達紹介するよみたいな感じで。そう友達ん家だよみたいな感じで言ってみていいですか。なんでそのびっくりしてんのみたいな感じなんか。じゃあちょっと僕迎えに行ってきます。じゃあ行ってきます、はい、お、勝手に入って。はーい、行きましょう。じゃあ、まあ、友達ん家。あ、マジっすか、はい、めっちゃいいとこ住んでんじゃないですか。いや、そう、めちゃめちゃいいとこ住んでる。普通に多分ピンと普通に多分ピンと思うし。じゃあ紹介するわ。はーい、うわー、紹介、うわー、紹介。は？僕が一番好きな人です。は？僕が一番好きな人です。友達紹介するわ。は？友達紹介するわ。え？マジっすか？マジや。やばい。俺興味やばい。そんなレベルじゃない。え？ガチいいっすか？マジで会いたかった。ウルトラジャパンで一度僕を、あー、ウルトラジャパン写真撮ってね。僕もう神様並みに大好きなんですよってもうめっちゃ媚び言ったんですよあの時で写真まで撮ってて、
嘘やマジで会えるマジで嬉しいっす僕。いや遅刻するか俺ビビる。いやマジで大丈夫かなみたいな。ビッグゲストだったらもう本当に3時間前から言う。でもあれですよね、それ演技で聞いてたんですよね。いやいや聞いてないです、聞いてないです、マジで聞いてないです。本当に聞いてないです。そうやって演技すんだって。演技すんだって。うっす。え、何しに来られてるんですか今。チルル今ゆっくり話しましょうか。いやじゃあゆっくり、確かに。ということでマジで、おおということでドッキリです。うえ、このドッキリはマジで嬉しい。知るほど嬉しいドッキリ。いや知るほど。遅刻しました。いやマジで申し訳ないです、申し訳ないです。でこれで覚えてもらえるんで。遅刻してきたあいつだって言われ。嘘やん、マジっすか。しかも僕一度だけイタリア行ったことがあるんですよ。十何年か前にちょっと家族が喧嘩になって。ちょっと消えないようにここに書いてもらえますか。マジで嬉しいです。パスポートにもいいです。こんな一人サインもらうことないからね。嬉しいっていうか普通にもう会えると思ってなかったけど。すごすぎる。ちょっと僕リフティングしてもいいですか。大丈夫。あの本田圭佑を認めるくらいのリフティング。いやそれは無理よ。おおおおお、え結構できるくない。うわ意外にできるよ。はい。いやでもマジ今日はやばい。マジ来てよかった。もう帰ろう。日本に。もう日本帰ろう。もう十分。腹いっぱい。本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。次はあのボルドー石柵も。あ確かに行きます。遊び行きます。エストニアでしたっけ。リトアニア。何も覚えてねえなお前。Almost, almost. ということで金田さん誕生日おめでとうございます。タンプレーが本田圭佑選手です。贅沢ね。贅沢。でも逆に金田からのサプライズありますよね、視聴者に。はい、なんと僕26歳を迎えまして個人活動を行わさせてもらいました。愛情じゃない、他とは比べる必要はない。そしてなんと曲が出てます。気にしない、信じたいものを信じたい。まあ、昨日の動画だけやったらふざけとかのように見えるやん。こいつ本当にやる気あんのかなみたいな。今日なんかソロ活動について見たいこととかがあれば聞いてほしいっすね。シンプルにずっとやりたかったもんね。はい、あの実はやけど、はい、かれこれ3年前ぐらいかな。はい、3年前ぐらい。ちょっとソロの曲作りたいみたいなとこからスタートしてね、最初は。はい、まあ、ただね、2、3年前俺相談受けた時はまだドームも終わってなかったっけ。はい、懐かしいっすね。そう、ちょっと約束したいね。せめてドーム終わってからにしてくれと。でやっと無事ドームも終わって誕生日っていうタイミングのいい節目で満を持して、はい、ありがとうございます。ソロ活動です。ありがとうございます。気合を入れてボーズンしたんですよ本当は。実はこれは僕の気合の証です。曲でもマジいいと思うよ。本当ですか。あ本当にお世辞抜きで本当にめっちゃいいと思う。だけど意外と自信が自信がちょっと緊張するんですよ、ね。一生そのこと以外考えてないんですよ。楽しみプラスのプレッシャープラスのいろいろがあってなんか脳汁がめちゃくちゃ出てる。いいことや。はい、ということで、はい、ロサンゼルス俺と銀太今二人っきりやけど、はい、今日は何曜日ですか。今日金曜日っす。今日金曜日よね。はい、ということは毎週金曜日の、そうまさかの路上ライブやってますよ今日。行っちゃいましょう。やっぱ誕生日やし歌っていいっすか。まさかの、そうやばいっすね。路上ライブで初公開しに行こうぜ。教えてやるよ地球上のヒットチューンってやつ。いいね。今こうやってテンションはいいんですけど、いざああいうところ行くとバリ緊張する。ちょっと恥ずかしくなる。いやでもぶっちゃけ日本人が日本語喋れたって日本でも生きる勇気ある人ってめっちゃ少ないわけで、ましてや英語喋れない日本人がここで、それは勇気がいるよ。果たしてやっとうすかね今日。いやそうそうなんや。ここまでやってやってなかったらアカペラで歌おう。それは初人前で歌うじゃないと、はい、俺のプレゼントや。おいいね。プレゼント確かに俺にプレゼントしてよ。俺に歌ってよ。はい、じゃあ楽しんでください。いいね。さあ間もなく普通のライブより緊張する。いやでも男はそうやって大きくなっていくって。おお、じゃあ大きくなろうかな。おお、間もなく。あれ前回ここやったよね。え、あれ本当にやってない。お前じゃ無理だって言葉は聞き飽きた。今でも忘れてない。てか忘れられないこの言葉だけはライフソングでも言った。そこらの奴らと一緒にすんな。
人生かけて俺やってんだ。ギャラが0円でも出演したあのクラブ、わずかな金と夢を持って乗った夜行バス、雨の日足裏まで染み当たる穴開いたコンバース、吐いて遠回りしても向かう夢の方角、叩いた大口、悔しさの握り拳、気づけばいつからか口癖になっていた。